よく聞いて質問に答えましょうはい、お電話ありがとうございますグッドピザです注文お願いしますはい、どうぞチーズピザとシーフードピザを一枚ずつくださいはい、M サイズと L サイズがございますがチーズピザは L で、シーフードピザは M にしてくださいはい、お飲み物はよろしいですかコーラを2本お願いします かしこまりました。以上でよろしいですかはい。お会計は1940円です。お電話ありがとうございました。会話力ジャンプ、買い物、よく聞きましょう。すみません、このスニーカーありますかこちらですね。サイズは27.5センチです。かしこまりました。お会計は あちらでお願いします。はい。一万二千六百円です。じゃあ、一万五千円で。ありがとうございます。お釣りは二千四百円です。こちら、次回から使えるクーポンです。あ、どうもありがとうございます。また、お越しください。よく聞いて、質問に答えましょう。 何を見ているんですか吉田さんサッカーの試合です面白いですよ吉田さんはサッカーが好きですかはいスポーツの中で一番好きです見るだけじゃなくてするのも好きです佐藤さんは好きじゃありませんか見るのは好きですがするのは好きじゃありません下手ですから佐藤さんは何か得意なスポーツがありますかうんマラソンは得意ですよ野球やバスケットボールはどうですか チームでするスポーツより、一人でするスポーツの方が好きですね。へえ、一人でするスポーツはつまらなくありませんかそんなことありませんよ。一人でいろいろ考えたいとき、とてもいいですよ。そうですか。じゃあ私もたまには一人で走ってみようかな。会話力ジャンプ、どっち派よく聞きましょう。木下さんは休みの日に、 外に出かけるのと家で過ごすのとどちらが好きですか私はやっぱり家で過ごすのが好きですねパクさんはどうですか私は家にいるより外に出かける方が好きです夏はキャンプ秋は山登りもいいですねパクさんはアウトドア派ですねどちらかといえばそうですね木下さんはインドア派ですかえー 私は人に会うのは好きですが、出かけるのはあまり好きじゃありません。そうですか。でも一度ぐらい一緒に山登りに行きませんかじゃあ、山登りは大変なので、ドライブの方がいいです。わかりました。よく聞いて質問に答えましょう。はじめまして。 合唱部の部長の中山です。はじめまして、斉藤です。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ、斉藤さんは合唱したことがありますかいえ、ありません。でも、兄が合唱部で、私もしたいと思ったんです。そうですか、お兄さんが。兄弟で歌が好きなんですね。ええ、母が歌を教えていて、兄と私も子供の時からよく歌を歌ったんです。 お母さん、歌の先生なんですかじゃあ、お父さんのお仕事は父は英語の教師です。へえ、じゃあ、斉藤さんも英語ができますかいいえ、私は全然できません。趣味の韓国語の方がよくできます。韓国語ができるんですかすごいですね。何か話してください。えーっと、あにわせよ。<laughs> それは私も知っていますよじゃあこれから一緒に頑張りましょうはい会話力ジャンプゴールデンウィークよく聞きましょうもうすぐゴールデンウィークですねええ今年は5連休ですね5月6日は振り返休日なので6連休ですよああ、 本当ですね。私は連休中、アルバイトをしようと思っているんです。え何のアルバイトですかカフェです。祝日はとても忙しいですけど、平日より時給が高いんです。へえ。いくらくらいなんですか平日は1時間850円なんですが、土日・祝日は1000円なんです。150円も違うんですね。私も… アルバイト探してみようかな。連休の時はアルバイトがいっぱいあると思いますよ。よく聞いて質問に答えましょう。田中さんは休みの日は大抵何をしますかそうですね。映画を見たり友達に会ったりします。高橋さんは 私は大抵一日中ゴロゴロしています。だからたまには出かけたいですね。今度の日曜日、どこかへ行きませんかいいですね。どこへ行きましょうか私は最近運動不足なので運動したいんです。それなら、代々木公園へ散歩しに行くのはどうですかええ、いいですよ。私、お弁当を作っていきますね。いいですね。散歩してお弁当を食べてから、 午後は自転車でも乗りませんか自転車ですか私、いつも全然運動してないからちょっと心配です。大丈夫ですよ。疲れたら公園のベンチやカフェで休みましょう。ええ、そうしましょう。会話力ジャンプ、誘う、よく聞きましょう。石田さん、今度の日曜日、時間がありますか どうしたんですか何かあるんですかコンサートのチケットが2枚手に入ったんです。一緒に見に行きませんかわあ、そのコンサート、予約が難しいって聞きましたよ。ええ、苦労しましたよ。でも、せっかくなんですけど、その日、戦約があるんです。来週なら大丈夫なんですが。残念ですね。 このチケット、今週日曜日のなんですよ。え。ちょっと待ってください。約束した友達に日にちを変えてもらいます。大丈夫ですか。無理しないでくださいね。いえいえ、私がぜひ行きたいんです。よく聞いて質問に答えましょう。田村さん。 これこの夏旅行に行った時の写真なんですへー綺麗に撮れていますね天気が良かったんですねはいとてもいい天気でした誰と一緒に行ったんですか同じ会社の同僚たちと5人で行ったんですそうですかどこに泊まったんですか湖のそばの会社の別荘に泊まりました遠くに山が見えて綺麗でしたよどんなことをしたんですか湖でボートに乗ったり 釣りをしたり山登りをしたりしましたいいですね釣りはどうでしたかたくさん釣れましたかはいとてもたくさん釣れました別荘のおじさんがよく釣れるところを教えてくれたんですそうですか山登りはどうでしたか大変でしたが景色は素晴らしかったですよいいですね私も一度行きたいです 会話力ジャンプ、旅行の思い出、よく聞きましょう。これ、お土産です。私、夏休みに沖縄へ行ってきたんです。ありがとうございます。沖縄はどうでしたか楽しかったですよ。思ったより暑くなかったです。何日間旅行しましたか3泊4日でした。スキューバダイビングもしましたか したかったんですが、買い物と観光に時間がかかってできませんでした。山田さんは夏休みにどこか行きましたか私は仕事が忙しかったので、友達と日帰りでバイク旅行に行ってきました。わあ、かっこいいですね。面白かったですかはい。少し大変でしたが、心も体もリフレッシュできました。